ミシュランチャンネル、今回はこちらスーパードーム砺波店様で私リトルホワイトのあややがお世話になりたいと思います。さあお久しぶりですね。はい、聞いてください。なんと2日前の5月15日にスーパードーム砺波店様リフレッシュオープンされました。そしてですね、ででんここ一パチコーナーが増大されまして、なんと200台、もう地域最大級の200台となりました。さあそしてさらにこちらもうパチンコもスロットも大量に大型新台入れ替えされたということで、話題のパチンコ筋肉マンや、パチスロのマクロスフロンティア2などなど本当盛りだくさんに、導入されているということで、とってもまたまた皆さんのご遊戯時間が有意義に過ごせるようになったんではないでしょうか。さあ、そうですね、今日の私の狙い目は一応3つあるんですけど、ストリートファイター4か、北斗百裂か、まだまだ大人気のルパンのどれかで迷ってるんですけど、ちょっと今日もすごい駐車場車いっぱいなんで座れるのがどれかわからないので、ちょっと中を見てから決めようと思います。さあという感じで張り切って行ってきます。はい、ということで早速店内やってまいりました。もうすごい音が盛り上がっている。はい、こちら一パチコーナー、増大されたコーナーですね。あ、まだここも一パチすごい広がってる。さあ、さらにはこちら、おお、今ストリートファイターご遊戯されてる人おめでとうございます、当たりました。さあ、さらには奥スロットコーナー立ち見しているお客様もすごい、こんにちはさあ、そんな感じで大変盛り上がってます。こちらパチンコ筋肉マンのコーナーです。もうただいまの時間絶賛高評価増中となっております。さあ、筋肉マンは、登場キャラが豊富なのはもちろん、原作にはない、オリジナルタッグも堪能できるということで、皆様はそちらも楽しんでください。こちらまだまだずっと大人気おきみ3のコーナーやってきました。もう見てください、このドル箱、大箱の数とってもすごいということで、もうねこれからの季節にほんとぴったりなおきみ3、ぜひぜひ体感するならスーパードーム砺波店様でお待ちしております。はい、こちらとっても今話題のマクロスフランティア2のコーナーです。もう見てください、このすごい出玉。さあ、こちらはなんと毎ゲームごとに上乗せの大チャンスがあるということで、皆様ゲーム楽しんでください。待ってます。で、こちらが新台導入されたばかりの、サムライチャンプルとなってます。もう今こんな感じでとても盛り上がっているんですけれども、皆様も登場する3人のキャラと一緒にボーナスゲット目指して頑張ってください。はい、ということで実践機種決めました。イエーイ。はい、今回は、スーパーストリート4のこちら566番台実践します。大当たり回数今のところまだ3回ということでね、今日はこの1万円でこれに続いて何回の見せ場を作ることができるか、そして何回の波動拳を見せることができるか頑張りたいと思います。さあ、ということで早速実践開始します。もう早速実践開始しました。おお、ちょっと待って、回ったね。そうよ、波動やすもの。ミシュランチャンネル久々ということで、相変わらずまだまだ初心者なので、ちょっと温かい目でご覧くださいお客さんなんですけど、すっごいドル箱をゲットしてるみたいで、ちょっとそれを目指してまずは頑張りましょう。ワクワク
ね、出た、うそ、やばい、今さながらだったね、やばいよ、なんじゃないこれ、はい、お願い、ちょっと待って、やばい、やばいやばい、もう大注目、楽しいですね。わーっと待って、止まらん、やばい、あー、この人は日本の人、わー、来た、ちょっと待って、これ何、いい、あっとー、やばい、回った、波動拳だ、やったー、やばいよー、すごい、鳥肌やばいんやけど、ちょっと待って、大注目、私は王だ、はい、一緒に乗ってください、抵抗しても無駄よ、こちらから行くぞ、どうなるかな、うわーやばい、めちゃくちゃ下から、あ、この体を動き、このマクトの一撃見せてみる、まあ、勝つ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 、ということで、まだまだ貪欲に
回っとる。巨漢の炎を数発いけいけ。お前の見せ場は俺のもの。いや、あやややのものだって言いたいですね。私を楽しませてくれ。三連エンジンの力を見せてやる。待って、やばいやろ、やばいでしょこれ。ちょっとダメだ、負けるな、負けるな。あーさあ、ちょっと待って、記憶する必要もない。え、負けた、負けた。ダメだ、あーやだー、やられてしまった。え、わかった。いけ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 。あー、ダメだった。ガー、わかった。4連で終了しました。学習士、あーでもすっごい楽しい。リベンジモード突入。どれだけ出ましたかね。ワク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 。はい、今日の結果、ストリートファイター4こんな感じ。OK ですか。今日は結果こんな感じです。スーパードーム棚見て。はい、ということで実戦無事終了しました。はい、今回私はこのスーパーストリートファイター4純真大なんですけど、実践させていただきました。もう実践してすぐにというところで大当たりゲットをまさかのしました。さあ、そしてですね、その時なんですけど、もうレアというあの虎柄、そして金色とかもう本当レアな演出がバン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 出まくって、もう展開は早かったんですけど、そこから一気にストーリーバトル突入しまして、豪輝とのバトルで、竜とアヤヤの波動拳が効いたのか大当たりゲットしまして、そして波動ラッシュもゲットしました。はい、ということでその時にも虎柄とかね、いろいろ出たんですけど、そんな感じで今日は4連チャンすることができました。ありがとうございます。さあ、そうですね、目玉的には3箱半あったんですけど、後半ちょっと飲まれてしまい、1箱半が減り、結果2箱のゲットとなりました。
まあ、ということで、もう最初から見ていただいた方は分かると思うんですけど、本当に本当に本当に楽しくって仕方なかったです。もうテンション上がりまくって、もうこんなことになってたと思うんですけど、本当に楽しかったし、あと周りのお客様とかもね、本当にほぼ満台状態でずっと楽しんでおられるようでした。ということで今日は皆様と一緒に楽しめてよかったです。またお願いします。さあ、ということで、皆様もぜひ機会がありましたらこちらスーパードームと並店様遊びに来てください。それではもう本当今日は天気がいいので窓を全開にして帰ります。さようなら。おねだりなおなおついに来ました。ビッグボーダーおめでとう。テンションなモチベーション、この乗り回り